どうも、こんばんは、大キャノンです。今日はですね、カツヤで、見てください、この、今話題のカツヤの期間限定メニュー、おかず全部盛りを買ってきました。はい、これ見てくださいよ。ね、とんかつに、ね、エビフライ、でヒレカツ、唐揚げ、全部あるし、私の大好きなこのカツヤの大根の、ね、あるということで、おわさび飯、セブンのわさび飯美味しいですよ。これなんかにちょっと余ってた粉末スープを入れました。でもさっきすげえカメラ曇ってたんですけど、なんと治りました。では食べていきたいなと思います。ではこのね、カツヤの特製ソースを、あんまりね、カツヤ何気にカツ丼が中心なんで、あんまりこのソース使わないんで、カツヤはね、カツ丼が基本なんで、私は。まあでもまたね、25日大会なんで、みんなの勝利を願って食べます。カツをね。いただきます。うん。うまい。美味しいね。しご飯はわさび飯。わさび飯ほんと美味しいよ。めっちゃハマりますよ。具がわさびなんですね。そんなの嫌だなって思うかもしれないですけど、美味しいです。私もそんなにわさびは好きではないんですけど、これは美味しい。それにね、こうやって海苔を巻いて食べたいと思います。うん、わさびが来たうまい。でもこれメンチかな、メンチ食べます。うん、メンチですね、うん、いやー、うまいわ。カツヤって結構このコロナ禍にあっても結構収益が倍増してるらしくて、いろいろね、なんか新しい新期間限定メニューとかね、面白いですよね。うまい。美味しいです。うん。こういう結局なんか。まあコロナ禍で大変だけど、うまくいってるとこはいってるから、まあ工夫次第なのかなってとこはね、ちょっとありますよね。いや、みんなほんとね、大変な時代ではあると思いますけどね。頑張りましょう。これ美味しいよ。カツヤと唐山で食べれる大根の漬物。本当うまい。というわけで今日はですね、カツヤのおかず全部盛りをね、ちょっと食べてみました。めちゃくちゃボリューミーなんで、ぜひ、期間限定なんでね、
なんかなくない次第終了だそうなので、ぜひ皆さんも食べてみてください。ではさよなら。